どうもお疲れ様です。じゃあ、冷やしを見ていきましょうか。2月16日朝6時30分の相場解説になります。今までの経緯なんですけども、ぐーっとね、右肩下がりが来ました。あそして横ばいが入って、展開が変わってきて上昇トレンドに入ったって形になりますね。えー、今、こちらの方に三平が力強く陽線で描かれております。目立った大きな 上髭もありませんしこのまんま上昇トレンドに乗っていくかと思われますけども一つ気に,しちゃ気にしなければならないのがこちらの赤いプライスですよね133円の110と134円の544ですこの間で一つレンジが形成されるってことをちょっと頭の隅に入れておきましょうで次4時間を見ていきます4時間もご覧のように上昇トレンドの中でこちらの方にレンジができているって形になります ですんでね、一旦はこの辺りで下の方に調整が入るんじゃないかなと思いますね。で、それを受けてさらにレンジで暴れていくのか、それとももう早速ですね、これをぶち破って次のプライスゾーンに進んでいくのかってことで上昇トレンドが強化されていくっていう形も取れます。今日考えなくてはいけないのはこちらですよねえ。このまんま上昇トレンドを続けていくのか、一旦はレンジ内で何らかの 価格形成をするのかってことになりますじゃあ1時間見ていきます、はい、1時間はあのー、昨日と打って変わって昨日はねこのレンジが疑われていたわけなんですけども夜の間に入浴時間で、えー、十分こう伸びましたんでねこれが入浴時間でですんで本日はこのレンジの中で動きがあると思いますがレンジを維持するのかそれとも 次のプライスの方に向かっていくのかってことを今日は見極める日になると思います、えー、そんな形で見ていきましょうはいじゃあ、えー、また追加しますんでその時まで